穂高岳は中部山岳国立公園の飛騨山脈にある標高3190メートルの山を手法とする山々の総称。日本第3位の広報。日本百名山、新日本百名山及び花の百名山に選定されている。これらの山々は穂高連邦とも称され、槍ヶ岳と共に槍、穂高連邦とも称される。奥ホタ岳は 北アルプス最高峰で、北に向かって唐沢岳、北穂高岳、全穂高岳、南岳、中岳、大場岳と三両が連なっており、さらに北に位置する槍ヶ岳も含めて、槍、穂高連峰と称されている。全穂高岳以外は主に、長野県松本市都岐阜県高山市の境界に位置している。実質的には、 中上節理の発達したホタカ安山岩類が山岳氷河の氷食作用を受けた地形であり、春元な岩峰が南北に走っている。これらの山々とは別に、奥穂高岳の東方には、屏部の塔、全穂高岳、明神岳と連なる山業があり、釣尾根と呼ばれる尾根で奥穂高岳につながっている。全穂高岳から廟部の頭までの岩峰には、それぞれ相棒から、 ええとぼん、明神岳の南方の岩峰にも、それぞれ相棒から V 棒の番号がついている。さらに槍ヶ岳から奥穂高岳までの南北の山寮は、奥穂高岳から南西方向に向きを変えて、西穂高岳や西穂高ど表に連なっており、これらも穂高安山岩類で構成されている。これより、南西側は、 緩やかな地形の滝やか高線緑岩の分布域で、その延長線上に、焼け岳が位置している。山岳へは奥穂高岳より釣りを根を経て、前穂高岳に至り、カールを下れば、上高地かっぱ橋に至る。また、岐阜県側に穂高岳山層から白でクを下るか、あるいは西穂高岳からロープウェイかその下の道を、下れば、新穂高温泉である。穂高岳は、剣岳、 谷川岳とともに、日本三大岩場に数えられている。特に、唐沢岳から南岳の両線の飛騨川には、谷川岳一の倉沢と並ぶ、有数の岩場、滝谷を要する。滝谷は、急瞬なだけでなく、崩れやすい岩も多く、岩の墓場と形容される。また、全穂高岳の東側、奥又次郎谷の上部も、角度の高い岩壁となっている。 ホタカ岳登山の拠点となる唐沢は、奥ホタカ岳と前ホタカ岳に挟まれた釣り尾根より、有字型にえぐられた建国で、夏でも設計が残る。長年、南アルプスの間の岳と並び国内第3位の標高とされてきたが、2020年11月1日放送の林先生の初耳学では、GNSS により3191メートルと測量された。 国土地理委員も参考にするとしており、今後単独3位となる可能性がある。その形から最小部に例えて、かつては、三手倉岳と呼ばれた。穂高の名前は、1646年の国絵図で、穂、高岳と記載されていた。1693年に、穂高神社の宮寺により、穂高岳と記載された。穂高岳の名称は、1909年に、 槍ヶ岳から穂高岳に初重層を行った、宇都の正さの命名がきっかけであるとされている。穂高岳は主に、穂高安山岩と呼ばれるデーサイト室の溶血業海岸で形成されている。これは、約175万年前の噴火でもたらされた火災流由来で、この噴火では、アイラカルデラの噴火の約2倍、1914年の桜島噴火の約430倍、 雲前普賢竹の噴火の約2800倍のマグマが噴出したとされる。その噴火の後に100万年かけて2000メートルほど隆起し、穂高岳が形成された。また、穂高山系には、唐沢カールなど、数多くの氷河地形が確認されている。1963年、国土地理院の五百沢ともやは、 空中写真の分析から、従来氷河地形とされてこなかった横尾谷などを振るい、時代に大規模に形成された氷河地形と認定し、約6万年前の横表記、2万年前の唐沢表記を提唱した。新穂高ロープウェイ西穂高口駅から望む穂高岳、穂高連峰は、残雪期にもよく登られるが、下記の一般向けというのは無雪期のことである。 積雪がある場合は極めて危険、あるいは通行不可能のルートもある。横を、穂高岳線の登山ルートは、唐沢を経由するルートで奥穂高だけの登頂に最も利用されているルートである。特拓よりパノラマコース経由で、唐沢に至るルートは、特に屏風のこれを越えてから、北側斜面となるので、8月でも残雪により道が埋まっている場合がある。 鎖やザイルが設置してあるが、道幅が細く危険な箇所もある。岳沢小屋から君子平までは、日本アルプス屈指の急登で、途中に水場もないため、全穂高岳と奥穂高岳を合わせて登る場合には、上高地から唐沢経由で奥穂高岳、全穂高岳の順で登るのが一般的。上記、各山間には重走路があるが、このうち、一般向けに可能なのは、 唐沢岳、奥穂高岳のみである。唐沢岳より、北側は、概要にも記されているように、北側が滝屋となっており、様相を意にする。北穂高岳、奥穂高岳双方を目指す場合には、一旦、唐沢に下るのが無難である。また、奥穂高岳、西る六表は、ジャンダルム、天狗の頭、魔の竹の難所があり、危険な道として知られている。 奥穂高岳から前穂高岳への釣り根を経て、岳沢に下る重太郎振動は、技術的にはさほど困難な道ではないが、滑落事故発生件数が多く、不安がある場合には、唐沢に下るのが無難である。穂高岳の岩場は、剣岳、谷川岳と共に、日本三大岩場に数えられロッククライミングのメッカの一つとなっている。 残雪期の西保山総上高地や対象地周辺にはホテルなどの宿泊施設があり、登山道の要所には多数の山小屋があり、一部を除きキャンプ指定地が併設されている。飛田山脈南部の岐阜県と長野県境の狩猟線にある。全保高岳と明神岳は長野県側に位置する。槍ヶ岳山頂から望む保高連峰飛田�沢と滝谷の 岩媒家の源流となる河川は日本海へ流れる。ありがとうございます。